あ、やっぱりこうですね、こういうふうにあのディスプレイをですね、まあ、表示させて、今ボケを作ってない状態でこうすると、はい、あのボケの状態で、じゃあ今公園で休っております。あのブラブラ歩いております。どうも、小野です。今回なんですけれども、はい、こちら、ソニーからカメラをですね、お借りしましたので、こちらですね、動画を撮っていきたいと思っております。まあ、それでね、あの、このカメラなんですけれども、まだね、あの、私が今この動画を撮ってる時点では、世の中に発表されてないカメラらしいんですよね。まあ、それでね、あの、今回のカメラはですね、Vlog 用っていうふうにですね、あの、聞いておりますけれども、だから、こう、普段私が、こう、YouTube で、あのね、撮ってるような動画を撮るためのカメラらしいんでね、非常に楽しみなんですけど、果たしてどんな感じでしょうか。早速なんですけども、こちらですね、開けていきたいと思います。本当にね、あのこちらのカメラの機種とか全く聞いておらず、今回ですねお借りしたという流れになっておりまして、そのようなものをですね、まあ、貸していただけるというのは非常に光栄なことではありますけれども、で出てきたのがですね、はい、これになります。はい、こちらドドンということで、ちょっとこちらをとりあえず置いといてですね、カメラ本体となりまして、初めて名前見ます。 ZV-1 っていうやつですね。はい、こちらがですね今回お借りしたカメラとなっております。開けていきましょう。おほー、あ、かわいいかわいい。なるほど、このようなですねカメラとなっております。カメラにですねバッテリーも SD カードも入れてですね、まあ、今からですね、まあ、起動ということになりますけど、あ、このようにまあ普通のカメラみたいにですねこうレンズが出てくるということでございまして、まあ普段私ねこう動画撮るとき、まあね、自分の顔、まあ自分の顔はね必ずしも映す必要はないとは思うんですけども、前の風景を映すときはまあこのように持って、まあもしねあのこう自分で喋りながら撮るときはですねこのように持ってっていう風なのが、これね、あの今カメラ出てきてもですね、まあどのようにね自分がこう撮ってるかって分かんないんですよね。まあその時のためのこのディスプレイですよね。当然まあ Vlog 用というからにはですね、あ、やっぱりこうですね、こういうふうにあのディスプレイをですね、まあ、表示させて、まあこう自分がどのように映ってるかって、例えばねあの口になんかついてるのが食後とかだとね、あの私妻によく注意されるんですけども、あのここら辺なんかついてたりまあねあのする時もあるじゃないですか。まあそういったのがないか確認とかね、あとはまあね例えばなんかこう携帯とか持っててですね、まあこうやって紹介するときにですね、そう果たしてまああのね携帯がですねこう枠からはみ出てないかとかね、横にちょっと移動させすぎて、まあそういったのを確認するためのディスプレイで、これはもう必須なんですけども、動画を撮影するためにはまあこのようなものもついているんですね。まあこうやって上に出すタイプもね、あとあったりするんですけど、横に出すタイプなんですね。このようにですね、まあ、あの撮れるということで、じゃあ実際に録画オンにしてみましょうか。どのボタン、あ、この赤いボタンですかね。はい、ではちょっと押してみましょう。こちらがですね、まあ、あのソニーがですね、新しく発売したですね、ZV-1 というですね、まあ、機種となっておりますけども、どうでしょうかね。綺麗に映っておりますでしょうか。今、ソニーのホームページを見ておりますけれども、まさにですね、今この動画を撮ってるカメラがですね、これですよね。まあ、まだね、具体的なこう機種名とかは、あのね、発表はされてます。せんけれども、すべての Vlogger のための新しいコンセプトのコンパクトカメラが登場ということで、今はですね、5月のちなみに25日、だからあさってですね、あの発表されるということでですね、いやー、すごいですね。まあ、そのようなですね、まあ、機種を今回ですね、まあ、お借りしているということで、時代もすごい変わりましたよね。こういった YouTube で動画配信している僕なんかにですね、まあ、こうやってソニーがですね、まあ、カメラをですね、まあ、こう先にあの貸してくれるっていうのはですね。それでですね、あの、今回なんですけども、こちらのですね、モフモフ。もですね、あの、ついてるようですね。いや、これ本当にだから Vlogger のためのやつだなってよくわかりますけど、こういったのはね、大抵自分でです、動画配信者です、用意するもんなんですけど、まあ、ソニーがですね、最初からですね、このカメラの付属品として、あのね、用意してくれる、しかもなんかこんな風な、わざわざつけれるようなですね、あの、ものがですね、あったりとかしてですね、こういう風に外すんですよね。ここになんか外せるとかあるんで、それで、横からスライドさせて入れるみたいです。というのも、ここにマイクがあるんで、
そう、これ何のためにつけるのかっていうとですね、これはね、動画撮ったことある人は分かると思うんですけど、ここ結構外、部屋の中だったら大丈夫なんですけども、外に行った時に今日風とかね、あったらすごいね、風の音って入るんですよね。ガサ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 ってね。たまにそういった私の動画とかもね、あったりすると思いますけども、そのためにですね、例えばこういう風にですね、そう、私もですね、カメラにシール貼ってですね、こう音が、そう、これを貼ると風があっても多少はですね、こう、そのようなガサガサっと音が入らなくなるんで、まあ、こうやって YouTuber の方がですね、つけてることが多いんですけども、まあ、今回の場合ですね、もうソニーがですね、最初からデフォルトで、ね、これをつけているということで、まあ、本当に Vlog を撮る人のことを考えてるんだなっていうふうには思ったりもいたします。それで、じゃあ、こういうふうに横にスライドさせるとですね、はい、このように、ね、はい、出来上がりました。まあ、今回ですね、グリップですね、はい、もうついておりましたので、ちょっとこれもですね、これは多分別売りですね。グリップもですね、つけることができました。すでに Bluetooth でこうね、接続する形になりますので、はい、そのようなですね、まあ、設定もいたしました。まあ、それでこちらはですね、まあ、三脚にもなったりとかですね、見てもらう人も集中できると思うんで、そっちの方が、ね、そういったこともですね、まあ、できるというわけですね。あとはこれも、こういうふうにいじることもできますね。うん、なるほど、なるほど。じゃあちょっとこれをですね、またつけて、こういう風に立ち上げてみようかと思いますけれども。はい、では今オンにしましたけれども、まあこれでですね、今動画ね、起動してましたけど、はい、撮れるようなものとなっております。まあこういう風にカメラだけ持ってもいいんですけども、こういう風にですね、まあ持った方がですね、いろいろ画角も広くなるんでね、はい、いいということで、まあできればこういったね、三脚を使いながら撮ることの方がいいのかなっていうふうには思っておりました。これはですね、まあソニー純製品だったですね、ここでですね、オンオフとかもできますけれども、まあ単純に棒だけであればですね、他社メーカーが出したり、するので、まあそういったものを使ってみるっていうのもいいかもしれないです。はい、それでですね、今回のですね、まあこちらの ZV-1 なんですけれども、ボケを作るワンタッチでできるという機能もついておりましてですね、こうね、ロゴも出て貼れると思いますけれども、これをですね、C1 ボタンを押すと、はい、私の方にこうね、フォーカスしてボケてるようなね、ものになってたりしますけども、やっぱりこうボケを出す、人によってですね、まあ好き嫌いあるとは思うんですけども、ちょっとこうね、おしゃれ感が出たりとか、しますので、まあこういった機能もですね、すぐワンタッチでできるようなですね、はい、機能もですね、加わってるということで、まあこういったのもですね、簡単にですね、することができるというわけですね。うん。はい。それではですね、妻が料理しておりましたので、ちょっと料理のシーンもですね、撮ってみようかと思います。今外で撮っております。妻がね、ランチを作ってたんですけれども、ちょっと間に合わずということで、先に歯医者に行こうと思って、今外におります。はい、どのような感じでしょうか。歯医者終わりました。ではですね、家に帰る前はちょっと公園でも寄ろうかなということで、今はですね、はい、今はボケになってるんですね。はい、どうですか、私の顔がこうピント合ってますね。それボケを解除するとこのようになって、自動販売機もこうね、ピントが合うようになりましたね。もうちょっと今ボケを作ってない状態で、こうすると、はい、ボケの状態で私の顔がはっきり見えますね。あ、ボケの方がいいですね、なんか、おしゃれで、はい、では黒ウーロン茶、お手軽、ちなみに、まあ、ズームももちろんね、できるんですけども、どれぐらいできるんですかね。はい、スカイビルです。梅田スカイビルですけども。あ、これぐらいがマックスですね。うん、じゃあ、今、公園で休んでおります。ではでも妻がもう、ね、ご飯用意しているところに帰りましょうか。
ちなみにこうやって持って走ったらどうだろう。こんな感じ。手ブレ補正は効いてますかね。はい。これをボケを解除すると今くっきりのモードですね。はい、このようになっております。はい、それではこちらお昼ご飯と晩ご飯の間ですね。おいしそう。いただきます。今日は林ライスです。いただきます。おいしいですね。今夜ということですね、ちょっと散歩がてらぶらぶら歩いております。また夜もね、画質っていうのはカメラによってかなり変わるので、まあ、気になるところではありますよね。それではですね、ソニーの Vlogger のためのカメラ ZV-1 の画質はどうだったでしょうか。まあ、それでね、最近だとスマートフォンでもね、かなり綺麗な動画をですね、撮れるものっていうのも確かにありますけれども、まあ、ちゃんとね、こう、ソニーがですね、Vlogger のために、動画のためにですね、まあ、用意してくれたカメラということもあってですね、やっぱり手ブレとかも聞いてて、そもそも画質が綺麗だったりとか、あと、音声もね、ちゃんと拾えてるとかね、まあ、本当にもうこれあれば間違いないという機種になっていますので、まあ、ぜひともね、これからですね、まあ、Vlog を撮ってみたい、なんかチャレンジしたいっていう人にはですね、まあ、おすすめできるですね、ものなのかなって日にね、思っております。まあ、それこの機種に関してはですね、しばらく私は借りることが、まあ本当はね欲しいんですけども、やっぱ返さないといけないんですよね。そう、でもね、しばらく1ヶ月ぐらいはですね、借りることができますので、またね、これでいろいろ動画撮ったりとか、あと生配信したりとか、なんかしようかなって日にね、思っておりますので、まあぜひともね、なんか皆さん気づいたこととか、やってほしいこととかあるのであれば、リクエストいただければと思っております。まあというわけで今回はですね、まあソニーのですね、こちら新しい Vlogger のためのカメラ、ZV-1 のですね、レビューでございました。それでは。